何？止めないでよ。なんで入ってくる？タバコ。あ？酒。次は女の人。女の人？何考えてんだ。は？ここに何しに来てんだ。何言ってんの？18歳で大人になったつもりかもしれないけど、自分のことしか考えられてない君は、まだまだ子供なんだよ。そんな君にね、この人のこと、背負いきれるわけないよね。誰が子供だよ。入ってくんなよ、お前。そういう問題じゃねえよな。好きだどうこう言ってる資格はないって言ってんだ。一度出てきてなんだよ。マサヒロ君、俺は真剣に気持ちを伝えてんだよ。マサヒロ君、お前はどうなんだよ。マサヒロ君、聞いて。何？私はマサヒロ君がここに来てまっすぐに気持ち伝えてくれたことが本当に嬉しかった。でも私は高校生じゃないし18歳じゃないし南高でもないしバレー部でもないの。東じゃないの？東？それももうひっくるめて全部作り話。作り話？楽しくおしゃべりしたいって、ただそれだけで正弘君と喋ってた私は本当に申し訳なかったと思います。え、東高じゃないってこと？何作り話って。私54歳だから。正弘君は正弘君が本当に幸せになれる人と幸せになってほしい。ちょっと待って、何54歳って。また何おちょくってんしょ。ねえ、ねえ今遊ばないでよ。いや、これ見て。昭和45年。母ちゃんより上じゃん。ねえ、だから。え、何どういうこと？もう意味わかんないんだけど。え、おちょくってたの俺のことさ。俺真剣に今までさ、気持ち伝えてたんだけど。ねえ。でも、もう俺関係ねえから。それでも関係ねえから。わかるねえ。なんだよ、お前。送ってないから。なんで出てくんだよ、お前。お前ずっと黙ってるくせによ。俺はさ、真剣に気持ち伝えてんの。お前なんだよ。なんも言わねえじゃん。お前どうなんだよ。僕は、彼女のことが、大好きです。とてもとても、大切に思っています。だからなんだよ。今言うなって。どけって。俺関係ねえから。ずるいね、大人って。年齢壁にしないでよ。大人になります。めっちゃ好き。じゃあね。ありがとうございました。騒がせして申し訳ありません。いや、失礼します。マリコさん。
改めて僕の気持ち聞いてください。